今回はねあの外国語禁止で地質年代を紹介することができるのかっていうチャレンジをやってみたいと思いますで正確にはいろいろあるけどまずこの大きい3つに分けられるんだけどこの大きい3つの中の最初の代を今回やっていいいきたいと思いますで最初に紹介するのはえー、っとカカこれなんて言ったらいいんだえっとカニキですねカニキですえっとカニキの主な生き物としては何て言うんだあれ キカイエエビビがいますねキカイエビでその次の時代のオウムガエキが終わりまして次は何、うん、ていうこれえっとウミサソリキですねこの時代にはあの顎を持った大型の魚が現れたわけですねでそいつの名前はオオグチでその次の時代の魚カキになると今度はあのもっと発達した口を持つ魚が現れたんですねそれがコア魚 次の時代は石炭機です日本語でよかったこういうの。<laughs> で石炭期になるとこういう変わった見た目の魚が現れたんですね。これは丸のこ銀ザメ。自分ながらね結構ねいい役だと思います。最後のね、あのー、時代は二条期二条期にはね探求類というあの哺乳類の祖先にあたる仲間が爆発的に繁栄しました。よかった最後まで。 最後まで行けてよかった。今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。